カロッペン。ちょ、ママちゃん、ほんならこっち側の入れてないやつちょっと飲んでみてよ。感想を聞かせてくれ。でもこれさっきの45分に開けたからもう20分ぐらい経ってるやん。でもヒリヒリやったやろ。ヒリやった。これいつ開けた？これもだからちょっと10分ぐらい前じゃん。どう？ちょっとぬるまりつつ、ま、ぬるまってる。うん、ぬるまりつつ。やっぱぬるまってんのかな。ちょっと今度はね、真剣に温度計させてみようかな。それぞれ同じレモンチューハイで測ってみました。今の温度が大体13、4度ぐらいですね。差し込んでみよう。これスタート時間が3時多分29分からですね。大体30分ぐらいずつやったんですけど、サーモスにこいつに突っ込んでる時は30分ぐらい経過しても温度がねほぼ変化なし、大体、温度が13か14度ぐらいで、何の変化もなかったです。30分突っ込んどってもね、これに。大体これで30分ちょっと経ったかな。35分ぐらい上げてみよう。見た感じほとんど温度変わってないな。だから入れてないと最終的に21度まで上がったんで、その差が20-14、わからん、5度ぐらいなので、ということで再び同じ温度なんでちょっと差し込んでみましょう。スタートはどこや。4時7分。ここからまた30分置いておきます。それではだいたい30分ぐらい経ったのでちょっと抜いてみます。やっぱ全然ちゃうな。21度。この中のサーモス1400円ぐらいですけど、なかなか有効ですね。仕組みは簡単。ちょうどこの中、この水色のとこがカンカンやと思うねんけど、このね、外壁とのところ、これ、まあ、言うたら、その魔法瓶みたいなもんやな。これ真空になってるんで、冷たさなんか持ちなわけですわ。一応、350ミリ缶用と500ミリ缶用があるんで、だいたいいつも350飲むからね、普通350ミリリットル用買えば、ほぼこと足るんじゃなかろうか。値段はね、1420円です。ということで、このサーモス、すごいいいものを手に入れたと思っているので、今度またバーベキューの時に使ってみたいなと思います。それじゃあ皆さん、また。